こんばんは。結局寝てないですね。いろいろ調べてみたんですけど、これ今度大丈夫かな？ちょっとやってみますね。と、これ前のコメントも、配信テストやってみようか。ウェブカメラにしてみたんですよね。ちょっと、ほら見て、これ、後ろ、海に来てますみたいな。ちょっとうまく設定できなかったんですけど、すごいドキドキしてます、なんか。寝てないせいか。これ、始まってるのかな？こんばんは。配信テスト。誰も来てない。誰も来てない。ツイッターにも投稿。これで読むかな？あれ読んでない、やっぱり。更新もしたはずなのにな。こっちで自分の配信を開いておこうか。それで読み込む。これで読み込んでれば平気かな。あ、花さんいらっしゃい。これはコインをとりあえず読みましたね。私設定すごい格闘したんです。いきますよ。やったー！できた、できた、できた、できた。なんかね、そもそも URL 間違えてると思って、で、なんかやっぱり、配信、ライブ画面だけじゃなくて、やっぱ自分もこう開いて、置いて、まあ、ミュートにしないと、音声がちょっと二重になっちゃうので、そうですね、一回開いておいて、うん。このツイッチじゃない、ツイキャスの場合は、これでいける。ちょっともう、低い？今度読み上げは、設定は、設定、なんか一回ね、もう、全体的に上げようか。多分私の声がでかすぎるんだよね。もう一回。このぐらいかな？どうだろうか？もう、花さんの好みでいいですよ。ちょっと大きい。大きかったら大きいとか。このぐらい？ちょっと大きいかな？もうちょい行く？じゃ、棒読みだけあげるね。BGM が、他の BGM で。このぐらいかな？結構大きい、これ。やりすぎたかな？オッケー。そうそう、お話ししてるみたいにね、できるからいいですね。やっとできたー。ありがとう、花さん。皆さんどうもありがとうございます。なんかこう、なんでね、こう、もちろんなんかどんな顔出し配信、どんなこれ実際のあのサムネイルとあの動画ってこう見たりするんですけど、でもなんかこう、アイテムとかくれたりとか。何かと連携したの？なんかね、連携も、そう、連携がうまくいってなくって、それを直したんだけど、これ、もうちょっと読みやすくした方がいいかもね、これ。見にくいね、じゃあ。YouTube とやるときを考えて、緑と赤で分けようかと思ったんだけども、そう、いつもの米ビが焼かなくて、どうしよう。当時にしようか、これ。
なんかコメントを拾う機会と、あとこれウェブカメラ買いました。最後の方落ちちゃったんですよね。で、なんかこう、あんまり画素数のいいのはと思ってたけど、今やっぱりみんなそれ悩みみたいで、8K とかやめてくださいって思うんだけど。そう。で、これね、ズームのバーチャル仮想カメラ？バーチャルカメラみたいの。前はスマホ版でやってて、すごいね、スマホがもう、いっぱいいっぱいで。当時の2ぐらいにしようか。当時の1あり。これツイッターにも全部投稿されたらあれだから。文字の縁チェック。1から2に上げてみました。あと色ですかね。ちょっとだけ上げたんだけど、もうちょっと上げてもいいか。そうだね。3とかなんかね、色とか設定久しぶりにいじったよ、これ。ごめん、カチャカチャやってる。そう、なんかね、あと、あれ？あ、わかったわかった。ごめんごめん。あと、米地の一番前に持ってこよう。うん、そうそうそう、かぶっちゃった。前にかぶさるように、一番上に しました。もうなんか寝てなくて震えてます。よし、できた。これ朝のうちにやりたかったんですけど、もう他の設定とか全部、ライトもめっちゃ使ってね、これ。ライトとあとすごく、加工すごいね、これね。なんかこう、結構ぼかせるぼかせる、びっくりした、これ。動画とかってもうそんなにぼかし効かないよなって思ったけど、フィルターすごいですね、これね。すごい。あ、とりあえずこれで安心して寝れる。2から3。文字の、縁。2から3。このぐらいかな。うん、あと色だけど、いろんな場所行くからね。よし、じゃあこれでいいや、終わりです。なんか作りすぎましたね。あのドラゴンまだ作れるんですけど、ドラゴン作りました。今日ハネスバルドと学園だけやって終わった。そうなんだ。よかった。読んでくれる。お話ししやすい、すごく。なんかめっちゃコメント落としちゃってね。なんか最後の方とか自分で一人でなんか喋ってるみたいな。そうそう、結構すみませんと思って。あとは、なんて言うんですかね。となんか調べたの。何のメリットがあるのと思って。見ず知らずの私にすごくアイテムもらって、初めてでね。ドキドキしながら、ツイキャスの配信を昨日させてもらったんですけど、その時に、なんかこう、サポーターとかに、レベルが上がる時に、サポーター30位上位、30位以内に入ってると、なんかポイントが、もらえて、ちょっとウィンウィンになれる。つまり私は、なんか何もお礼返せるようなものとか特になかったので、あれみたいです。だから、レベルを上げて皆さんにポイントを、また行き渡るようにするのが私の使命かって言って、いろいろちょこちょここうやって調べながら、なんだろうって思いながら。そういえばニコ生個人情報ばらまかれ始めたみたいだね。え、そうなの？ニコ生個人情報がばらまかれてた。そうなの？へぇー。花って向こうのやつとか。へぇー。なんかドラクエ内にさ、遠足来てたよね。N 高生が。で、それでさ、なんかさ、ナンパして怒られてたよね。誰か。花、
してたね、笑。高校生だと思ってさ、みんなさ、ちょっと、なんかナンパしてる人が、情報を聞きつけてさ、ちょっとなんかペナルティ食らったんじゃないのかなっていう。ああ。そう。なんかみんな高校生の話題知りたかったのかな。そう、ごめんなさい。なんかね、カンナさんよく、フォローを返す、みんなにこう気づいて、こうフォロー、ツイッターも全部見てて、そう、フォロー返したいなと思ったけど、でもなんか非公開だから、あんまりちょっと申請するのはあれかなと思ったけど、だって配信者とか私、秘密もへったくれもなくて全部オープンにしちゃうよ。どこからどこまでがオープンなのかわからないし、ポロッと言っちゃいそうなので、だから、一応送ったけれども、それスルーでも大丈夫なので、すいません、一応私からありがとうございますって意味で、見たカンナさんありましたって言って、一応送っちゃったんですけど、ごめんなさい。みんなにね、そう、最初、なんかこう、アイコンが可愛すぎる人が、ツイッターをフォローしてくださって、これはきっと、なんかその人はゲームアカウントを作ったらしかったんだけど、後々見ると。だけどね、なんか私はすごくなりすましとかがすごい多かったから、警戒しちゃって。許可しました。ありがとうございます。まだね、いろいろ調べきれてなくて。よし、これで大丈夫ですね、ドラゴン。よかった。ありがとうございます。あんまり見れないので、まあ、ご安心をっていう感じでいるんですけど、今日、ドラゴン行ってみようか、ドラゴン。ドラゴンちょっと行ってみようかな。ね、すごい目が痛くなるくらいさ、眩しいんですよね。めっちゃ眩しい。なんか四方八方から、ライト当てて、目が悪くなりそうなくらいのライトを浴びてます。目が痛いです。眠くてしばしばします。ちょっと何で行ってみようか。何しよう。あ、ちょっと待って、アピールしなきゃ。そ私フォローしてる人しか見れないように鍵かけてる。そう。そうそうそう。一応なんかこう、でもたまにね、私何をどうやって見てるかっていうと、なんかこう閲覧用に一応作ったんだけども、私もなんか配信はしてるから、一応作って置いといて、あれなんか見てたアカウントの人が、見てたそのツイッターの人がなんかこう、新たにツイートをするとなんかピックアップしてメールに送られてくるのね。それで結構見てたりするので、まあ多分公開になってなかったらあんまり来ないかもしれないんですけど、ちょっと見るかもしれないです。今んとこね、ちょっとね、格闘してました、これ。よし!やっと読んだ。やりきった。いやー、眠れなかった、これ。できるまで。あとね、ウェブカメラでしょ。いやだ。そうだ。私、全然来ない、大丈夫みたい。なんか来るのって言ったら、なんか、業者さんみたいな人。と、あと、ドラクエのリスナーさんとかで見つけて、結構ツイッターとかだとフォローしやすいのかな。あんまりツイッター、でもツイッター見てて今来てくださったっていうのだからね。とにかくもう眠いけど、ちょっと、ドラゴンか次元竜。なんか8枚ぐらい作ってまだ作れんだけど、これちょっと、あれも行かなきゃいけないの。究極はちょっと、タイムマスターね。そう、もう眠くてね、そう、これちょっとやったら寝よう。どんな感じなのかな、これ。ドラゴン行った？一応なんかね、あれは作った。カードはね、8枚ぐらい。もう一回作れる。もう一回作ったら、寝ればいいね。ちょっと用事あるから、ちょっとだけでやめます。よかったよかった。棒読みが通りました。
眠いです、とにかく。よし、やっと分かった。あのね、何が違ったかというと、他の配信者さんとか、なんかこう、配信の URL は一定ですって書かれてあったやつを読んで、なんかまあ、その、https、ツイキャスティング、ツイキャスティング TV で、ツイッターのアカウントですみたいなアカウント名ですって書いてあったから、アカウント名そのまま入れてたのね。でも確かにそれで大丈夫な人と大丈夫じゃない人がいるよと。気づいたのは多分、ログイン方法で多分分かれてて、ツイッターでログインしてる人は、あれがついてないんですよね。C 点々っていうのを。ツイキャスの。ツイキャスアカウントで私作ったので C がついてるんですよ。C。ちょんちょんみたいな。だからそれ、ツイキャスアカウントで入ってる人は、この棒読みはその、アカウント名だけじゃいけないのかもしれないって思って、なんか他の人は大丈夫なのになんで私ダメなんだろうって思った時に、私もツイッター別にあったし、ただ連携はしてない、連携はしたけど、ログイン方法はツイキャスアカウントか、ツイキャスアカウントだったんですね。なんかそういうのと、あと最初ちょっと読まなかったのは、あれでした。うん、なんかこう自分でその、ページを開いて、一応なんかこう機械に読ませないとそれを拾ってくれなかったので、やっとそれで読みましたね。あー疲れた、なんでだろうと思って、うん、あとね、最後の方、顔出し配信ってね、歌ってるのにね、スマホが落ちてね、顔出し配信作業しちゃったんですよね。てかまあ不具合ですぐ終わったんですけど。そんな、ナオナさんたちすぐ配信始めたのわからない人いると思うからどうすればいいんだろうね。ねえ、でもさ、ニコ生だったらいつもさ、お知らせをニコ生でやってたんだけど、でもなんかこれアカウントなくても見れるみたいだから、私でもね、その YouTube とかで、動画で、なんかこうお知らせつけて、配信したので、ちょっと私の画面大きすぎない？これ。ここがほとんど見れないね。ちょっとこれ下げよう。なんか意外とじゃなくてかなり大きかった。これ、めっちゃ見れないじゃん。ここら辺はいっか。このぐらい。ちょっと大きくなっちゃったね。横にするとね、縦伸びになっちゃって。このぐらい？そう。あんまりなんかこうガス、ウェブカメラ選ぶときも、画素数とか、低い方がいいんじゃないかって思って。データさん枠で宣伝しときます。あら。YouTube でやってるんだっけ？ありがとうございます。でも、あ、そうなんだっていう話題程度に、絶対なんかこう、まあなんかしれっとね、普通に会話になって、つべか。でも私前フォローしてたから多分フォローはしてるまんまかな。全然配信はしてないですって動画ちょっとだけ持ってて。そっか、でもなんかニコ生は私 YouTube めちゃくちゃフォローしちゃってるので、 YouTube の動画探検行ってそのままフォローしてるので、すっごいいっぱい通知が来ちゃって見切れないので、ニコ生はニコ生でかなりね、見やすかったですね。なんかこう、探しやすいというか。そこまで入れないじゃないですか。めっちゃ1000ぐらいまで入れるのかな ?5000 ぐらいかな。ハム、ニコ生ハムを有識してるから終わりだと思う。そうなの。で、それでなんかすごい、昨日も気になったけど、プレミアムアカウントはどうなるんだろう。なんかね、今日配信を見てたの、なんかニコ生の人とかが、やっぱりツイキャスでやってくれてて、なんかね、ドコモ決済とかそういうキャリア決済、携帯の、それを連携を解除すれば解約はできるらしいんですけど、一
1年払いとかした人はちょっと気の毒だねっていうのを見て、そうかメモメモみたいな感じでいましたね。やっとこれプラス3にはなったけど、全然やってないですね。これタイムマスターですよね。これ何をしてたんだろうか。これも、ブレスだけ合えばいいんだよね。とりあえず。でもブレスって言ったら、炎症しちゃったからこれ。これさ、縦どうにかならないのこれ。縦はさ、チェンジできないんだよね。これでもう一回。イルーシャとか。移動が遅いからさ、やっぱり、ドラゴンには火はちょっとね。あ、そっか、ニコ生で、結構、私はですね、ちなみに、結構もらい忘れてたっていうことが、受け取り忘れてたっていうことがあって、なんか、微々たるものの累積で、結構、なんか本一冊分ぐらいとかにはなったり、あと、なんかすごく、そうですね、リスナーさんでも、欲しいものリスト、なんかニコ生ではあんまりスパチャがもらえないね、でもニコ生は僕は好きだよって言って、じゃあなんか欲しいものリストを書いてみてはどうかっていう、みんなやってる人はいるって言って、じゃあやってみるよって言って、書いてみるねって言って、その時は、なんか、母性神話の謎とか、いろいろなんかそういう本とか、研究論文みたいな、大日向先生の育児書みたいなのとか書いたりしたのが送られてきたり、あとは、そうですね、ドラクエの映画版が出たのとか入れてたら、それも、そうですね、ニコ生でこう名前、コミュ名でできるんですよ。ブルーアイライナー様みたいな、様方みたいな感じで。ちょっと言うしかダメそうだから、ダークフォースなんだよね。だからアスバルぐらいでいいのかな。そんな、オシリス悪すぎると関係おかしくなるからやめた。ちょっとね、あれはね、ちょっと私も更新はしてないですね。昔の届いたらどうしようって思うんですけど、結構もう今は、あんまりね、ちょっとね、それも、でもね、その次はミルダムで、そう、やってましたね。でもちょっとなんか、麻痺しますね。だけど一周回ってまたツイキャスやってますね。え、あれ、ドロシーじゃないじゃん。ロスターだよね。何だっけ。大丈夫かな。あ、ドラゴンね。あ、タロットマジン今日もいいな、これ。これ消化しなきゃいけないんだもん。誰も、ない。あれ、すぐ集まった。ゲ。配信者だよ。ごめんなさい。なんか抜けられたよ。どうしようか。よろしくお願いします。一緒、あーそう、私しかコメント書いていない。その見てた配信者さんは、なんかだってすごいなんかニコ生のことを解説してくれてたので、出たんですけど、一回、ツイキャスは2週間で、収益化
収益が来るよと。だけどニコ生は2ヶ月かかるよと。でその4月の分が6月に入るはずだったのが、ちょっとなんかこうちょっと無理そうなお知らせが届いたよと。まあ現金の流出を防ぐためなのかはわからないけどっていう。でもなんかこう大変そうだよねやっぱり。ごめん、ちょっとすごい見にくいんだよね、この帽子。ほらね、七面鳳。あ、炎ダメージのね。ごめん、真剣になっちゃった、これ。ね、火炎弾で上から降ってくるやつでしょ？それでダメージを食らって、これがこう、格子状にね、こう足元技が来る。あ、行くぜ！一応ね、うん、それは終わったかも。終わったね、これ。早いね、もうみんなね。いつの間に。よし。でもなんかもう、寝てないのでもう、めっちゃ。ありがとうございました。見ず知らずの配信に、映ってしまってごめんなさい。これね、50枚回ればいいのか。1日8枚やっても40枚じゃん。1日で終わるかもとか言ってたのに、今日これで1枚ですからね。先が思いやられますね。でも、ドラゴンも選べるようにはならないのか。今やるしかないのか。ちょっと邪魔だからね、消化しないとね、これ。これなんかこう、ベリアルとか回ったんだけど、別に回んなくてもよくなったね、選べるからね。よろしくお願いします。あ、コメンツはありません、コメンツ。そんな、ドラゴンは選べないで7.1のカラスで。そうだね、今、カード作れるようになったばっかりだもんね。なんかこの星のウィンクマーク、私もねやりたいよね。フレンド欄見たらさ、みんなさ、ニコパチみたいな、なんかこうここのパチみたいないるよね、多分。いない、いない、今日ね、いない。あ、セシルさんいた、ウィンクパチみたいな。さてさてさて、私はどこで配信してるでしょうか。ちょっとけど星がでかすぎてやめた。あら。そうなの。顔までさ、最近さ、反映されるっていうから、なかなか面白いよね。かっこいいね。大学さん、かっこいい。かっこいいドレアだ。あと、まあ、ぷくちゃんの指摘がない。ぷくちゃんは、もうそれだけで、かわいい。かわいい。はい、かわいい。ドラゴン。これ、雑魚的で出てきたもんね。お、私よ。私狙われてる。7.1からアイコン10個まで表示されるようになるね。そう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 、それもね。
穴埋め合ってるんだろうか。呪いだね、これ多分。ダメージ食らってたもん。百戦錬磨斬り、行くぜ！だから真剣になって黙ってしまう。あともう少しだ。行くんだ。よし、その調子だ。あ、大丈夫か？大丈夫か？大丈夫かごっこで子供もやってる。大丈夫か？これでね、倒れてね、大丈夫か？わざと寝っ転がってごめん。大丈夫かごっこ。適度にこの苦戦演出をしておかないと、なかなか出なかったりするんですよ。ですから、わざとこうやってね、苦戦演出をして、ありがとう言ったかな。これで、ね、わざと出すっていうのもね、上級者テクニックだと思いますよ。本当かな。結構なんかもうちょっとなんかこう四苦八苦した時の方が。うん、今ね、見て見て、これここで作れるよ。知ってるよね、これドラゴンがほら最新で作れるようになったから、もう毎回ドラゴン、毎日ずっとドラゴン作って、これで、あ、見せ売り？これ見てみるね。買うとしたらいくらかってことだよね。無料券が余ってればそれでもいいんだけど、さてさて今は、うん、2万でした。これ2万で買ってもいいじゃんね。これ2万になってた。白紙のカードで作れるの2万でいいんだって。3万じゃない。初めて知った。ダブルメタキンボス5円しか作ってないから。そっかそっか、これ2万でいけます。全然2万でした。レオパルダまだね、6万でしたね。そんな安いね。薄くなりましたね。店売りで2万なんかなっちゃうんだ。なんか別にわざわざ作んな、荷物圧迫しながら作んなくてもなんか良さそうですけどね。ついついなんか白紙のカードも作りすぎて邪魔なので作っちゃった。めっちゃでもよかった。とりあえず読むようになったよ。花さんありがとう。皆さんありがとうございます。ねむえ、これでドラゴンを倒すんだ。これなんかドラゴンクエストっぽいですよね。あ、これはサポがいますね。ドラゴンを倒さないのになんでドラゴンクエストなんだとか、なんかそういう意見も出てた時もあったんですよね。なんでこんなね、ドラゴンクエストなのに全然ドラゴン倒さないっていうのもあったけど、私変えられるんだね。この人はガンガン行こうで。これで何枚目？ 3 枚目？もうちょっと朝からずっとやってなきゃいけなかったね、これ。50回、1週間。いや、15日だから、1日3、4枚やってれば、50回ぐらいにはなりそうだけど、その間バージョンアップ挟むのかな？ 15 の前に入るもんね。でも回収されちゃうんでしょ、ロスター。いつまで回収っていうかね、いつまでドラゴンは残っているんだろうか。居眠りドラゴン。居眠りドラゴン、これ。
あ、そうだ、バラシュの、バラシュでちょっと行きたいね。魔法で行こうじゃ。7月31日までだと思う。あ、そうなの？はね、15までだ、わら。そうそうそう、15だよね、一応ね。はね、海の日まで。海の日15になったんだ。もうなんかさ、ドラクエやってる間に成人がさ、20歳からさ、18になってたって言って、選挙がどうのとかいう話で、どれだけ私はこう、ドラクエの世界に入ってたんだろうって思ったくらい。私、避けれるこれ。百戦錬磨斬り、行くぜ！ありがとう。かわいそうなナメクジドラゴン。ちょっとそれを思い出してね。バラシナ、そういえばインフェルノね、やってたね。怪しい、なんかこう性格悪いとこが見えそうだから、効率主義みたいな。ここはこうなんだけど、こういう場合みんなどうするみたいな。出た。花、次のボールで聖域上位来なかったら買うのないかも。あ、そうそうそう、聖域上位そろそろ来るかなって思うんだよね。ガナドールのままでさ、で聖域はその、なんだっけな、なんかあの鳥？ルベランギスか。の時にちょっとその、バト用でね、着る工具として買ったんだけどね。ナメクジドラゴン行ってこよう。ナメクジドラゴン。見てろ、待ってろよ、ナメクジドラゴン。よし、これは、なんか隠れるところは、あ、違う違う。え、なに？なんか、久しぶりにね、これね、更新したんだよね。もう、6年ぐらいずっと、ちょうどナメクジドラゴンだった、これ。HP もだいぶ上がってる。インフェルノ、インフェルノ。7月3日。花、見た目は聖域に見えない装備だったけど。何の聖域を、なんか、なんていうの、セイントセイヤっていうか、よくわかんないけどね。何にしようかな。ね、これ、呪文になってるね。なんだけど、最初フラウソンとかやってたのかな。呪文になってる。あ、呪文でいいのか。花、鎧派見た目かっこよかった。あ、結構全体的に最近のものって全部。お茶。あ、お茶。ちょっと待ってください。読んだ。ピロピロくん、あっとたけちゃんありがとうございます。とか言ってやってみたかったです。ありがとうございます。皆さんどうも。はい、今日は海に来てます。これ、後ろね、あの、バーチャルの。ズームですね、ズーム。ズームやってる人はわかるのかな？こんなのやってる。あの、会議中にこんな背景やってる人はあまりいないですかね。なんかちょっと海。これからなんかちょっと海行きたいなっていう感じで。ありがとうございます、おっちゃん。あ、意外と早くね。決まりましたね。はね、宇宙とかもあるの背景。あったあった。
やばい、こっちも行かないでくださいね。あ、さようなら。ちょっとこの巻き添え食らいたくないから。これは A モードですね。 A モード試読、うん、もう完全 A モードだよね、多分ね。忘れたけど、歌唱あるの A モードだから。誰か踏んだよ絶対。試読も、その次いきなりね、最短で、あ、これも B モードになりました。ここからね、45秒以内にあれ来るか分かんないけど、そろそろね、警戒しないと、警戒しないと。ドルマドモード、これ B モードはね、あのあれなんです、あのシェルター誘発ぐらいしててもいいかもね。あ、もう終わっちゃった。切ななんとかで怒りセットでしょ。そしてもう呼ぶ、ここら辺にね犬が来る。ちゃんとイケメンがちゃんとね、これ音になってる。えらい、これ惚れ直しますね。ほら、パラシナイオンどうなるんだろうね。どんなもんなんでしょうね、これ。ほら、イケメンが。そうね、犬のお守りしてくれる。犬のお守りしてくれてる。そう。わからない人に言っとくと、このブラックさんって人がローガスト。で、まあ、近くによると、あの、範囲内にいる、こういう範囲技をやって、もう近づいて離れて近づいて避けてっていう、そういうおとりですね。やってくれると他の人がね、結構助かります。さらに私がもうみんなの感電を一緒に受けたくないと言って、端っこにいるとですね、ジャッジだから B モードですね。で、これで黄色になったからこれですよね。おー、暗いモード。メラガイア A モード。みんな知りすぎてて、誰もつまらないですね。これ A モード。パラライズが A モード。パラライズはね、何メートルだっけ？パラライズちょっとね、パラライズは8メートル。結構ね、範囲が広いんですよ。で、赤8も来た。1。赤からね、8音になるんだね。いや、これはね、防御しないと間に合わないんで、ここは防御で防ぎますよね。はい、OK。テンションありはちょっとね、要注意。後ろの方、爪がちょっとね、見にくい。ギリですね。これ3だったら食らってたかも、今の。警戒してそう。はい、まっすぐ見た、こっち。何、呼ぶか。呼ぶ。今度ね。すごい。やばー、死にました。これ、やばいね、これ。死にましたね。スコルパイド。私も使いたかったな。これは警戒しなきゃいけないやつですね。よし。危ない、危ない。ああ、アップデ後から。アッスルの距離が伸びるのは、なんか、扇が使いにくいって言ったから、かなり扇がね、伸びるらしいですね。扇が、うん、扇が伸びるらしいけど、多分、ブメはこれ以上伸びないかもしれないですね。もう一回やったからいいや、これ。みんな、理解者でつまらなかったというかね、なんかこう、いませんでしたね。うん、それはね、多分ね、あの、扇だったかも。聞いてたけど、その放送。アスバルが来てた時のだよ、多分。最近聞いた記憶があるんだよね。扇。扇がなんか弱いから波紋演武がなくなって、なんかすごいね、3回攻撃のスコルパイドを、なんか向こうのドアにいるようなスコルパイドをシュンシュンシュンってやって、3回のなんていうの、あれみたいな、呪詛みたいな、
モーションのなんかチューチューチューみたいな、チューチューチューみたいな、そういうチューチューチューみたいなやつそういうなんか技ね、チクチク遠くから遠方から刺していくような技ですみたいなね、あの説明をしてましたけど、結構それがダメージ出てたんですよ。状態異常で、まあ、ちょっとどんどん上がっていく技なのか。そうね、オンリーより船装備してた方がレベルあるから良さそう。2000×3 とかかな。だけどね、そう、使い道によるんじゃないかな、なんか。レボル、いや、防衛だと最初にちょっとデュアル入れたいから、最初、ブメ持ちだけどね、多分ね。でも今さ、今の防衛ってもっとどうなってるんだろうね。昔の防衛軍しか知らない、なんか。あ、これ、アスタルジアいっちゃおう。アスタルジア。配信で初めていきます。アスタルジア。アスタルジア初めていく。配信で。よいしょ。魔法。私、アスタルジアをね、今、旅芸で行ってるから。最近はね、あ、バレリアは意外と、もうなんかね、こう、周回したらね、いちいちその、福引券にしてると、次の週困っちゃうかもしれないから、いつできなくなって、だからこう、すぐ交換できるようにね、もう500でもう、止めてる。何回か回っても。で、最近デルネゼ用のエリパラ3道具で討伐したのにだけどみんなうますぎ。いや、あれはちょっと超人なんか、あ、なんだっけ、ジーガンフだっけ、ジーガンフじゃなくて、なんかあの、四重士じゃない、なんか、あれですね、あれが来るんだね。ガンダルフじゃなくて、なんだっけな、出た。ちょっとね、夏キラーをね、今やっててね。うん。そんな急いであげるかわかんないけど、一応まあ真意は結構一応余ってるんだけどね、お菓子とか。で、今ね、なんかこうどうしてるかな、すごいこれだけだからと残ってるのが、あ、今そう、バレリアはガンガン行くようにして、エステラはバッチリ頑張りにして、シーンは命大事にしてるけど、エステラとイルーシャパーティーにいた時は、イルーシャ結構あのシャイニング棒とか強い、サミダレ打ちとかかなりダメージ出るのでバッチリにして、エステラはね、ちょっとなんか MP を食いすぎるので、他の新しい人も属性2回攻撃だからヒューザより強いかも。そうか、属性、あ、無属性2回って言ってましたね、あの、あれか、あ、言ってた、無属性です。だけど、覚え方としては、あの、風の男ね。風のエルフ。エルフといえば風耐性。わかりますか ?14 年前ね、本当にエルフには 20% の風耐性があって、オーガには 20% の炎耐性があって、で、ウェディには氷耐性、いらないような氷耐性が 20% あって、で、エルフは風だったんですよ。風の。なんか民みたいな。花の民、あれ、プクリプはなんだっけ、プクリプは土じゃん、土分かんない、雷っていたかな、そう、それでは気を引き締めていきましょう。あ、これ私がいつもサポホージュ、これ。今発売されたの？あ、もうだいぶ前にね、なくなってますね。これなんか、いつもの通りやろうじゃん。そうそう。大体ですね、これはなんかこう、寝転がってこう、1アカウントでやるときを除いては、これがいいですね。なんかこの画面で、あの、3アカやってる時で、なんかこういう、黄昏をやりつつこっちで、まあこう、アスタルジアをやる、やっぱ天地ですよね、そういう時。片手間にやる時。
集中して、まあ、どっちにしろなんか操作、まあ、とりあえずくしゃらみを呼んで放置。おかっぱブルマちゃんにお茶。あ、おかっぱブルマちゃん、お趣旨もありがとうございます。高吉さんみたいにありがとうございます。ですね、ちょっと読めるかな。おかっぱブルマちゃん、お寿司とお茶ありがとうございます。これだってやってるよね、みんなありがとう。どうやって、これだよね、私チュってよくやってたよね。あ、ここではやってないか。封印しとこ封印しとこ、おえってなっちゃういらっしゃいチュチュみたいな感じで投げくっす、みんなに飛ばしてたからねどんな配信者だって、ごめんなさいおばちゃんになって、おばちゃんの癖いりませんみたいなねあ、そうそう、それで、ね、必殺で、執着、ありがとうございます。そう、くしゃらみが、くしゃらみいつ買えるのかって思ったけど、なんかさ、新しいくす、あの魚が追加になったの、怖い魚がね追加になったのかと思ったらさ、モンスターだったんだよね。そう、呼んで放置してる。そう、これでなんかこうしばらく置いといてって感じです。疲れてるからね、こうみんなにおすすめの方法をね、くしゃらみあたりを呼んでルンルンルンと待ってるって、こういう、で木箱取って、 あとは本当に夏木戸揚げを本当に集中してやりたい時とかは、あそこも谷間みたいなのも言ってた、谷間みたいな、なんか狭間っていうの、なんかこうビリビリしてる狭間みたいなとこも行ったけど、ちょっとめんどいからね。いてつくがいい、いてつくがいい。あそこの、なんだあれ。でもせっかく配信でやってんだからね、行こうかこれ。ちょっと待ってね、あと真意はどのぐらいで、計算してるより行った方が早いんだけど、あと3、40ぐらい、40ってことは、まあ、お菓子食べても普通に15か30上がるけどね、多分真意はあともうちょっとだから、バレリアか、バレリアでもらったこと、ここで5でしょ、でその狭間みたいなで5でしょ、でもう一回行って5でしょ、こっちで20じゃん、ちょうど、キリが悪いですよね。キリが悪い。2回ぐらい行けばいい。でも配信的にはちょっと1回ずつぐらい行きたいですよね。ほんで、おやすみなさいで。なんか変な、ね、ちょっと、だんだんだるくなってね。ただ、旅芸でそしたら来ればよかったな。まあ、適当に呼んでたり。これはね、ちょっとね、手ごわい。手ごわいですよ。これは、手ごわい。こんなとこ行ってるから MP がなくなるんですけど、こんなとこ行ってるから こういうとこ行けば行くほど、最後のところでなんかキャンプ来るんじゃなくて、毎回あのドレアムみたいに泉を用意してほしいよね。あ、でもそしたら魔法の戦車あんま使わなくなっちゃうから、別に使い道がないからね。強敵です、これは。あんまり私では、で私の配信では出てこないくしゃらみですね、これ。最近なんかくしゃらみもね、出番が出てきてる感じがするけど、これはね、こう旅芸の時の方がいいかな。なんか
だいぶ違うんですよね、このやっぱりその攻略見てたら、あのボットジャグリングか。でもね、このスティック天地ね、スティック天地でね、こうザオリクができるから、これやると30分ぐらいかかっちゃいますね。でもせっかくなので、最近の私のおすすめ方法みたいな、結構とにかく時間がかかるので、これはカットでいいって言われて、最初の頃は頑張ってやってたんですけど、いてつくがいい、やばいやばい、マジ針忘れた。やばいわ、ほらこんなことになっちゃうね。私が全員死んだからね、今。来週の日曜で決勝110個になるから、ラガガードレベル上げてアイテム全部積み込めば秘密度400になるかも。本当？アイテムか。アイテムはね、なんかね、取っておいちゃってるね、なんか。やばいやばいやばい、ちょっとこれは大変。早いね、サポ。眠いから、あの、ショートカットしてやりたいけど。これと、あともう一つなんかこの、レイジバルスみたいな。これってさ、どうやって避けるか知ってる？遠くに離れればいいの？でも結構広範囲になるから、守りの盾ぐらい？これ、ダークキングみたく。ちょっとわからないんだよね。これって、どうやって。今の。そう、めんどくさいね、だんだん。MP ばっか消費するからさ、やだよ。だけど、一回ぐらいはなんかね、ちょっとなんか配信でもやっときたいかなと思って。これと戦うのは旅芸とかで、自分がこう、攻撃とかしながらの方が、ここはやんなくていいね、本当にね。いてつくがいい。でもね、あの、夏気度っていうの、夏気度を上げたい時があるので、無理してやっちゃうことがある。あ、そっか、今366じゃん？でもさ、これで一人だけ上がってもまだしばらくついてるから、それは考えなくていいんだ。しばらく、あの、連れてけばいいから。眠いです。ちょっともう、今日は寝ようと思いますけど。ボスだけやって終わりっていうね。ボスまで行ったらやめようじゃん。半分寝てますね、これ。めっちゃ眠い。これで、これさ、最後のキャンプの時に間違えちゃうんだよね。毎回さ、これさ、2回とか2層へ進むってなってて、毎回この脇道へ進むみたいな。